チキンカツ、チキンカツ列、または、鶏カツとは、鶏肉に小麦粉、溶き卵、パン粉をまぶして、多量の食用油脂を用いて揚げた料理。トンカツ、牛カツの素材を鶏肉とした、日本の料理。チリソースをかけた、チキンカツ豚肉を用いるトンカツや牛肉を用いる、ビフカツなどと同様に、日本独自の多量の油で揚げる手法で、軽肉を調理したものである。 日本風のチキンカツはアメリカ合衆国の範囲で人気の総菜となっており、プレートランチの定番メニューとして親しまれている。江戸時代の1860年に福沢諭吉が発表した造帝カ英通2語にはファウルカラッツ、吉列鳥という語が載っており、これはチキンカツを意味するが日本語の訳語は付けられていない。同書には別項で 吉列テレ列コットレとも建てられているが、牛肉や豚肉を使うものは記載されていない。明治時代に肉料理が食べられるようになり、牛肉から豚肉、鶏肉へと応用が広がる中で、チキンカツも作られた。ただ、明治時代から昭和初期までは名称がまだ固定されておらず、例えば1931年の料理する人のためにには、 ひよこのカツレツの名でひなどりに餅皮を砕いたものを、つけて油で揚げるものを乗せており、レモン汁をかけて食べるとしている。チキンカツという胡椒は、第二次世界大戦後に広がったものである。胡椒、語源の歴史はカツレツに準じる。チキンカツの素材は、もも肉、胸肉、ささみなどが用いられる。ささみを使用した場合は、ささみカツなどと呼ばれる。味付けも様々であり。 味付け方法も、衣をつける前の味付けと、衣をつけて揚げた後の味付けに分けられる。衣をつける前の味付けには、胡椒、ナツメグ、カレー粉、バジリコをはじめとするスパイス、ハーブ類などによる下味、チーズ、梅肉、ヒ素など追加する素材によるバリエーションがある。またソースも、ウスターソース、トンカツソース、ドミグラスソース、トマトソース、タルタルソース、レモン汁。 大根おろし、塩、胡椒などのバリエーションがある。また、衣もパン粉以外にアーモンドスライス、白ごまなどを応用で使う場合がある。とんかつ店のメニューとなっていることがある。また、とんかつや牛カツを使用した料理にとって変わることが多い。チキンカツをご飯の上に乗せてて、ソースをかけたチキンカツ丼、卵とじにする親子カツ丼料理があり、カツサンドや、 カツカレーに使用されることもある。同じ鶏肉を油で揚げたものでも、鶏天や鶏の唐揚げは別の料理である。ファウルカテレツが正しいと考えられる。吉列鶏は、関東語で、カッリッカイと読む。現在、香港では、吉列系カッリッカイパーなどとも呼ぶ。前田弁之助、料理する人のために、P675、1931年、京都、 日本婦人割烹講習会同署では他の肉ではパン粉をつけてあげるとしている。ありがとうございます。